はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はハーツオブアイアン4第1次世界大戦もっと続けていきたいと思います。前回ですね、フィリピンに、まあ、いたアメリカ軍を駆逐しようということで、開戦後フィリピンに侵攻を行いました。で、残っていたセブ島とかはですね、裏方で攻略を済ませてあります。なのでフィリピン全土をすでに収めたという状況です。あとですね、少し軍の数が多くなりすぎていたので、まあ、防衛している軍、駐留軍に関してはもう大きくまとめてしまって、見やすく少し変えました。で、今回の目標はですね、まずサイパン、ここですね、グアムを攻略して、太平洋のアメリカ軍の、まあ、その動きを少しでも封じていこうというふうに考えています。では早速続きをプレイしていきましょう。まず軍の一部をですね、どのルートでグアムに上陸させるかっていうのをちょっと考えていきましょうか。一番いいのは硫黄島からがいいのかな。硫黄島から行った場合だと少し補給に難ありなんで、ここは無理をしてでも長崎とかから強襲上陸をかけた方がなんか確実性がありそうですね。ここは長崎からかけていきましょう。チョーク。グアムで強襲上陸。で、あとですね、今原子炉、まあ、建設中というところなんですけども、原子爆弾の研究自体は終わりました。なので、原子炉が完成したら、原爆の製造にも取り掛かれるという状態ですね。で、一方、アメリカ軍すでに原爆持ってる可能性あるので、首都のね、日本の、特に日本の防衛はしっかりやっていきたいなというふうに思っているので、ここに航空機を増強していきます。艦上の爆撃機か。艦上の爆撃機が2000機もあるってなんか、贅沢だな。もう日本軍の末期。ね、全然なくて困ったと思うんですけど、そういう状況ではなさそうですね。飛行場の数がちょっと足りないのかなっていう感じはします。まあ、日本の本土に原爆を落とされるっていうのは絶対に避けたいので、ちょっとそうならないようにだけ注意はしていきましょう。では、時間を進めていきます。まずは、サイパングアム。ここですね。サイパンから上陸するっていうのはね、サイパン自体は今、一応、ドイツの領土になっているので、まあもちろんそのドイツに対しては、先の大戦で勝利をした上で、まあ我々が、その、軍事通行権、入港権、共に持っているっていう状態なので、もちろんできなくはない、いい対応内容にはなってるんですけども、一旦ここは長崎から普通に上陸をかけていくというプランニングでいきましょうか。お、なんか敵の上陸攻撃を受けてそうな感じがするけど、どこだ？場所は。大丈夫かな？硫黄島も守りがちょっとだいぶ薄くなってるね。こうやって見ると。硫黄島は硫黄島でちょっと入れといた方がいいな。数をね。硫黄島のそれ自体に、部隊数が少ないというのは、それはそれでちょっと不安があるんで、増強しておきます。サイパンを取ったらいよいよハワイ攻略ですね。ハワイ。ハワイはここ。ハワイを取ったらアメリカの、西海岸に上陸をかけていきます。アメリカ軍の今の、戦力的にはどうなってるのかな？ちょっと見ましょうか。全然変わってないね。フィリピンなんてまあ言ってみれば出先機関というか、まあ、大した戦力を置いていなかったと思うので、ほぼ影響なしですね。まあ、戦いは、ゆえにこれからという状況です。では、まず、グアムの方に部隊が
今強襲上陸まさにかけていっているという状態なので、これをしっかり見極めていきましょう。で空軍の方はちょっとだいぶ旧式化してきてるから空軍の方を一気にアップグレードしていきましょう。で同時にサイパン攻略始まってます。まずは海兵隊がしっかり上陸してくれることが重要だからね。上陸した。早い。占領も終わった。一瞬だな。一瞬で占領が終わったのは嬉しいけれど、次の目標になっているここハワイ、中継拠点のミッドウェーを先に取る。ミッドウェー取ってウェイク諸島を取ってっていう順番かな。そうだね。そうすると海兵隊の次の目標をウェイク諸島に定めましょう。で当然なんですけども、その戦力を、しっかりですね、海軍戦力をしっかり、割り振っていかなきゃいけないので、一旦そこをちょっと整理し直しましょうか。まずは海軍の戦力を、一部ウェイク諸島ミッドウェーハワイ方面へと転進していきます。で司令官もどんどん雇っていきましょう。なんか東条さんっぽいな。東条さんっぽい司令官が現れたけど、こういった人たちをしっかり次の部隊へと進めていきましょう。ちょっと懸念心配しているのが、アメリカ軍の艦隊と主力艦隊決戦を行えていないので、どっかで大敗北を受けるんじゃないかっていう危惧はちょっとしてます。なのでそういうことが起きないように細心の注意はね、払っていきましょう。で、あとは、このあたりに、そうだね、2000機もグアムに航空機配備できるのであれば、500機ほどの爆撃機を配備して、周辺海域に展開するアメリカ軍を迎撃していきましょう。こんなところですかね。では時間を進めていきます。何か決定的なミスをしていないかっていうのは心配なんでね。日本海逆に、取られてるんだな、アメリカ軍に。制海権の話をしてますね、今。まずはウェイク諸島ミートへ、順々に攻略を進めていきます。ここしばらく全く航空機のアップデートかけてなかったんで、航空機がむちゃくちゃ遅れてますね。これ痛手にならなきゃいいけどな。そこは本当に心配ですね。制海権を見ています。いや取れてないな。この東ミクロネシアが取れてないですね。ここにじゃあ一番大きな艦隊を出しましょう。であとですね、生存のラインで大砲型の空母が
作れるようになっているので、これをラインに投入しましょうか。といっても一番新しくてこれだね。大砲型。ちょっと待て。時間を一回止めて、大砲型。最新のね、母艦。空母の母艦の最新型は？大砲型のマック1。これで合ってるかな？で、さらに言うと、どっかで強襲上陸を受けてる音がしてるので、確認しましょう。強盗。もう一個は？硫黄島。硫黄島大丈夫だ。硫黄島心配だよ。部隊数少ないから。増強しておきます。硫黄島には。で、制海権を見ておく。いやー、マリアナ海溝、東、ミクロネシア。まあ、この辺りの制海権が全然取れてないな。硫黄島を取りに来てる感じがあるね。アメリカ軍は再三に言い渡ってね、部隊を送り込んできてるところを見ると。マリアナ海溝からまずアメリカ軍を駆逐したいな。もう立派なね、師団の数は申し分ないと思うので、ちょっとこっから先、海軍の戦力をうまく利用していく必要がありそうですね。おさらいなんですけども、一応ですね、今、内容を見ておくと、師団編成の内容ですね。まあ、ご覧のように、結構キツキツに入れてます。それなりにというか、本当に戦える師団というような感じにしてありますんで、これ、優位性があるうちにね、できるだけ早くアメリカ軍の本土を攻略したいので、そのためにはやっぱりね、その、制海権をきっちり取って、上陸するための進路を確保しなきゃいけないんですけど、海軍戦力は逆にアメリカ軍の方が有利という状態なんで、なかなか難しいですね。マリアナ海溝は取ったり取られたりという感じで、徐々にプラスの、要因が増えてきているのかなという感じがするな。そしたらグアムに増強しましょう。で、東ミクロネシアだね。ここが取れれば、一旦ウェイク諸島に強襲上陸ができる準備がすべて整いますね。一気に航空機をアップで受けてます。よし、東ミクロネシアまで行ったね。これで、ちょっと待ってね。ウェイク島を取った。ウェイク島を取ったじゃないか。さすが海兵隊よ。ウェイク島にも航空機2000機配備できるだ。いや、ウェイク島、すごい。こんな大規模な航空基地があったなんて。よし。そしたら次はミッドウェイだ。ミッドウェイに、強襲上陸をかけていきたいので、艦隊をさらに前に進めます。アメリカ軍の主力艦隊どこにいるんだ？それが謎でしかないね。海兵隊がゴリゴリ押していってくれてるのは本当にありがたいんですけど。
それ以上にアメリカ軍の艦隊がどこにいるのか、主力艦隊決戦はまだ行ってないと思うんで、どこにいるのかちょっとしっかりね、見極めていきましょう。では続いて海兵隊、次の拠点ミッドウェー島攻略、悲願のミッドウェー島攻略を行っていきましょう。で、あと製造のラインもちょっと見直します。今だとどうだ？これ見ると、旧ナノ式の爆撃があるので、これをちょっと作っていきましょうか。艦上爆撃とかも少し、変えていきます。で、艦上の攻撃機は戦闘機のコースでしょう。艦上の攻撃機、爆撃機。あとそうだなぁ。軽戦車がむちゃくちゃ余ってんな。これちょっと減らさないとまずいことになる。ちょっと減らしましょう。で、代わりに航空機。航空機をどんどんこう作っていく。こんなとこかな。いや、本当に資源もきつくなってきてるね。資源の採掘は入れてあるので、ボーナス的なものは。あとは民事工場が全然足りないので、貿易を増やすのも難しそうですね。いや、ここに来て行き詰まりを感じるな。アメリカ軍の海軍がどこにいるのか、ちょっとそれしっかり見極めていきましょう。よし、教習上陸できる。おお、取ったり取られたりが続くのは安定的にね、取れてないとしんどいですよね。今なら教習上陸できるんじゃないか。いったね。海兵隊が突っ込んでいってくれている。ここでミッドウェー島攻略なるか。敵の部隊がいないのかな。ここまでなんかミッドウェーまでサクサクサクっと取っちゃってるけど、さらにミッドウェーにはね、また航空機を配備できるので、爆撃、これを300機ほど配備しちゃいましょう。いや、恐ろしいぐらいに順調に来てるね。じゃあ、飛行機、マイグレーションかけていきます。艦上タイプ、水星ですね。変えていきましょう。他マイグレーションかけられるものがあればと思ったんですが、一旦止めおきますか。戦略爆撃機もちょっと欲しいっちゃ欲しいよね。この後の核を考えた場合。まあ、ただ、ちょっともったいないので一旦止めおきましょう。で、海軍。海軍の強襲上陸。で、さらに師団編成のさらなる見直し。強化。このあたりをやっていきましょう。やっぱり先の対戦、戦った国と戦ってない国の差なのかな。で、日本軍むちゃくちゃここまで、順調に来てますよね。海軍がちょっと心配ではありますけど、まあ、それでも、まあ、念願だったミッドウェー攻略できたので、次ハワイですね。いよいよハワイ、というわけで、じゃあ今回はね、少し短めですがここまでにさせていただいてですね、次回はハワイ真珠湾攻撃
をやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。